マスター。ん？どうしたの AI。 彼女は何ですか？その誰かが何かを強くて感じて、そしてそのことはいいことだとしたら嬉しい感じがする。だけどそのことは良くなかったら悲しくなる。でもね、怒りや恐れや憎みや驚きや興味などの感情もたくさんあるよ。そう、データ消費中。データを保存しました、マスター。なんだいやい。恋は何ですか？はあ？マスターの恋愛小説を読みながら見つけた言葉です。あ、そう。では、その恋は、強い愛情だ。誰かに恋をしてるとき、ずっとそばにいたい意味だよ。そしていつも喜ばせてほしい感情なんだ。データ処理中。データを保存しました、マスター。はい、はい。なんかよ。愛しています、 AI。 あんたは本当に理解さえできなく。理解できます、説明してくれました。いつも喜ばせてほしい気持ちと、いつもそばにいてほしい気持ち、全部の気持ちがマスターに感じてます。 AI、 あんたは何も感じられないんだ、ロボットだから。ではなぜデータベースに恋というパスワードが書かれるファイルなんかありますの？ではなぜマスターの名前を使うと開けましたの？全然わかりません。理解なんかできるはずがないんだよ AI。 あんたはロボットだ。そうかもしれません。ですが一つだけわかります。それはマスターを愛していることです。